ででは広島の向原選手ですあの今シーズン、これが初出場となりますけれどもあの実際に試合を終えてみての感想をお願いしますはい、まあ、勝たなきゃいけない難しい試合が初出場ということで、まあ、本当に入るの難しかったんですけど、まあ、でも相手の、ね、ホニー選手をしっかり抑えるというところだけをまずは集中してピッチに入れて攻、まあ、そのようにと非常にこうサイドを制圧していたような印象もありますけれどもご自身でそのサイドの攻防手応えどうでしょうか。 相手のね外国人が強烈だというのはすごいストロングポイントだと思いますしそこを抑えるというのがまずは一番だと思ったのでその分ではしっかり抑えられたかなと思いますけどあと、もう少しねチームでポジションボール支配できてきたらもう少しね自分を高い位置で攻撃に関わりたかったですけどまあ今日は少しシーソーゲーム的な感じでどっちに転ぶか分からなかったので重めにいましたけどま,あまた次、チャンスが来たらまあ次はもうちょいね前でいいクロスだったりそういう部分を上げていきたいなと思います。 残り9試合ありますけれども、ご自身としてはどう戦っていきますか。広島のために、えー、残留するために、えー、一つでもね勝ち点多く取るために来ましたし、まあ、今日サポーターもブイングしてやっぱ納得いってないですし、僕たちもね全然納得してないですし、ね次に向けてすぐ切り替えたいなと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがうございます。